さあ、今回のテーマはね、圧倒的なチーム力で個人の幸せとチームの生産性を最大化するということで、おそらく皆さん、チームワークとかコミュニケーションとか人間関係とか、まあ生産性とか幸せとか興味あるんじゃないでしょうか。実はね、人間関係ってストレスにもなるんだけど、人間関係ってリソースにもなります。ちょっと配置を変えるだけで、むっちゃみんなが助け合う組織にもなることができるんですよ。で、まあ多くの皆さんがね、リーダー管理職マネージャーで、まあもちろん中にはビジネススクール出られたりとか、まあ本をいっぱい読まれて、相当いろんなこと勉強されて、相当いろいろ実践されて、自分なりにいろいろやってこられた方も、さらにもっとなんとか良くしたいって人もいれば、ちょっともう行き詰まっちゃってるって人もいれば、まあ理論や頭上ではている組織とか、なんかそんなこうね、実在するのはわかるけど、果たしてうちの職場でどうするの、こんなお悩みの方いらっしゃると思うんで、ズバリ今日ね、それに対して明確な答え、ヒントでもね、持って帰っていけると思います。そもそもこうマネージャー管理職って、一昔前だったら指示命令、まあね、上がよく知ってて指示命令で、まあ明確に上司が評価しなきゃいけない、まあね、それを推進するようなマネジメントも今世の中にはかなりね広がってたりもします。でもなかなか自発性がそれなくなるし、指示命令以外やれなくなっちゃう。一方で信じて任せる、信じて任せたのにその結果か、なんか任せてもっていう場合もあります。そうか、褒める、勇気づけ、アドラー、コーチング、話聞いたり勇気づけてあげてるのになかなか成果が出ないっていう人もいます。で、こんな風にリーダー自身が関わり続けてる限り、延々と実はしんどい思いになったりするんです。実は1対1、ワンオンワンのコーチングももちろんむちゃくちゃ大事なんだけど、それ以上に自分が抜けてもメンバーがお互い応援し合う風土を作る、むちゃくちゃ科学的で体系的な手法があります。もちろん一夜にして一発逆転ってわけではないですけど、いくつか具体的な手法をステップバイステップでシステマティックにやっていけば、組織は確実に変わるし、みんなが同じ方向を向いて向き合う、まあ、そんな体験ができると思うんで、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。ではテキストお願いします。さあ、ということですけど、その次のページ、はい、その次、まあ、初めての方もいるんでね、ちょっと、自己紹介させていただくと、その1個手前にします。大きく私は3つやってて、わかりやすいので言うと、去年はね、阪神タイガースの矢野監督1年間がっつり90分、セッションを毎週させていただきました。まあ、最後3位になっちゃいましたけどね、オープン戦開幕、練習、オープン戦の時前からね、ずっとかからせていただいて、基本的にずっと1位だって。ちょっと、残念ながら今年はね、サポートはしてないんですけど、去年サポートさせていただきました。まさにリーダーがの関わりが変わることによって組織チームがどう変わるか、まあ、こういうオリンピック選手だったり、プロ野球の監督だったり、オリンピック選手とかメジャーリーガー、あとは上場企業の経営者か、あとは、2019年、ニューズウィークの、世界が尊敬する日本人100人の1人の方も毎週コーチングしてて、まあ明日もね、毎週30分コーチングさせて、まあ、こういってリーダーや、クリエイターの方のコーチング、まああと2つ目は今私がやってるみたいに企業研修、法人研修、あと講演会等々、そして今、こうご案内させていただいている現場変革、リーダー養成コースと。で、まあ、3ヶ月で、私の、今まで40年かけて、コーチングは600分の1。アンソニー・ロビンズも600分の1。まあ、心理療法、アドラも600分の1で、まあ、その600個を集大成して、身につけて、誰でもできるようになっている、まあ、現場変革、リーダー養成コースの、させて。で、今日は、その現場変革リーダー養成コース3ヶ月コースの中でも、キュッキュッと一番肝心な部分、特に組織を変えるだけで、こんなに個人のハッピーとチームの生産性って上がるんだっていうのを実体験していただけと思います。そしてね、興味ある方は、今日9時半から15分ほど、説明会も無料でありますんで、よかったら残って聞いてください。あと、今日ね、テキストもいろいろあります。で、このテキストは9時半に、アンケートを答えいただいたら、差し上げますので、ぜひね、最後まで残ってアンケートを答えいただいて、今日のね、テキストね、いちいちメモってるとすごく、聞き逃しますから。では次のページ。まあ、指示命令では動かないし、ね、働き方とかね、本当にもう今考えていかなきゃダメな時代ですね。そのままじゃうまくいかない。その次お願いします。
本当の課題って何だろうね、なんか表面上の解決になっちゃいますね。そして次。そして新しいチームの作り方が模索されつつあります。で、寝ている組織とか聞いたことはあるんだけど、果たしてうちの会社でそんなのできるんだろうか。私が断言できるのは、寝ている組織っていうのはシステマティックにステップバイステップで、時間はかかれど、ちゃんとこの手順を踏むと、誰がどんなチームでどんな組織でも作ることができる。むちゃくちゃ科学的で体系的で、実践的なスキルがあると、私は明確に断言できます。今まで20年。実は20年、企業研修200社以上、させていただいて、まあ、管理職の悩みを散々聞くし、まあ、じゃあどうしたらいいのか、具体的なね、実践的なアドバイスもさせているんで、ちょっとでもそれがね、伝わればと思います。では次。さあ、ということで、全力で成果出してきたけど、このままじゃどうだろうとか、チームビルディングとかモチベーションアップって名前なんだけど、うちの会社こうね、原因論、ダメ出しちゃうので、もうちょっと諦め気味とか、もしかね、最近リーダー、マネージャーになったんだけど、どうしたらメンバー、自走してもらうか。もう本当に、もう昨日も企業研修、今日も企業研修でもう本当にいっぱい聞いてますけど、元気がないとか、あんまり言いすぎるとコンプライアンスになるとか、なんか引き出してもわかりません、できませんとか、そもそも考えてきてない、ね、何がわからないの、それがわからないとかね、もうちょっとどうしていいのかわからない状態の上に、上からのプレッシャーもわかり、しかも上から上も言ってることが違う。もう上も下もどうしたらいいのみたいな状態。なんならね、ほんと DJ 社長聞きながら、とっととやめろみたいに、やめたいぐらい、起業したいよみたいなところが。起業したい方も、実は、むしろ今いる会社を現場変革することができて、どんな組織でも、みんなが同じ方向を向いて、成果出すことができる。実力をつけてしまえば、社内で頑張ろうが、起業しようが、実はどこでもやっていける。逆に言えば、社内でしんどいからって起業したところで、まあ、たった一人で個人事業主にしたらともかく、やっぱりね、必ず複数の人とのコミュニケーションがあって、やっぱりチームを作らざるを得ないですね。誰かとコラボレーション。その時に、この現編のね、スキル学べば身につくと思いますから、ちょっとね、ぜひ参考にしたければ。では次の。じゃあちょっと一個その手前お願いします。で、今日は、講義よりは事例とか実践的な体験を中心にやっていければと思いますんで、大事なポイントは、なるべく自分の具体的な事例を今想定して、それをどうしたらいいか。大きい会社の課題、組織の課題、部署の課題って言っちゃうと大きすぎて、なんか抽象的には耳心地のいい解決策は聞くんだけど、明日現場で何も変わんねえよっていうことがよくあります。また次の週、次のセミナーで、耳心地のいい言葉を聞いて癒されてまた同じ。だったら、とっとと明日すぐ使える具体的なスキルを今日持って帰ってほしいので、本当ね、ここにいる皆さんはもう全員一人残らず間違いなくチームを良くしたいばかりじゃなくって、メンバー一人一人、まあ社員とかメンバーの幸せも願ってる上にもちろん業績も願ってるんじゃないでしょうか。ね、こんなに強いいい思いがあるにもかかわらず、例えばね、制度変えてんのにね、なんか全然機能しないとかね、人が足りなくなっちゃって、もうチームどころじゃないとか、解決策のためにやってんのになんか言ってる人がダメ出しされて非難されちゃって、いやいや、よくしようとするのになんで責められなきゃダメなの。なんだったらね、チーム内で相談がないとか結構いろいろ課題があるんじゃないでしょうか。さあ、では具体的な解決の話をする前に、実際に、解決した事例を紹介させていただければと思います。では、現編のね、10期卒業のマッハさん、じゃあ、純子さん紹介をお願いします。はい、マッハさんよろしくお願いします。はい、マッハさんは、まだ20代なんですよね。26歳ということで、人材紹介系の仕事で、もうすでに中堅のリーダー、全国のトップクラスの業績を上げている中堅リーダーということなんですけど、最近の業績ちょっと教えてください。最近ですか。1クォーター全国の中でトップ5に入ってましたね。すごいじゃないですか。それってどれぐらいすごいことなの？なんかグループ自体とかで言うとどれぐらいあるんですかね。200ぐらいあるんですかね。なんか200のうちのベスト5ってすごいね。うまくいきましたね。なんか、はい、実はマッハって学生時代からうちに来てたんだよね。またリクルート入る前の、そうなんですよ。入る前、入った後のあたりって最初どんな感じでした？いや、もう最初僕が入った時、マジで仕事、会社
辞めようかなって毎日思ってたし、全然営業成績も出なかったんで、ああこれはいけないんだろうなって思いながら毎日仕事してました、うん、それがこうどうして気持ち意識が変わりました？やっぱり、まあ、組織がすごく、後でお話しするんですけど、ものすごくコンディション悪くなっちゃって、でそれをどうにかしようと思って現編に来て、なんか地道にコツコツ努力していたらちょっとずつ変化が出てきたっていう感じで今がある感じですね。最初の頃は実は、まあね、部下にもかかわらず結構高圧的な40代のマネージャーに寄り添ったみたいな話もありましたよね。そうですね、上司女性で40代でバリバリ仕事をしてきたっていう、あの上司に寄り添って一緒にどうしたらいいかみたいな会話とかも。その上司ってこうどんな状況でした、寄り添う前の？はい、ね、結構ね、前者でもね壊滅的だと言われてたユニットだったっていうことなんですけど、で誰もみんな悪い人じゃないんですよ、やる気があって。なのに頑張ってるのに人が潰れて、休職していく、お休みになる人が、後を絶たないみたいなことに心を痛めてね、なんとかしたいと思ってたんですよね。どんな風に壊滅的だったんですか？いや、めちゃくちゃ休職者が出て、乾杯とかって言って、飲み会をした翌日に大好きな先輩が来なくなったりとか、うん、家でこう倒れて携帯すらも触れない状態でなんかこう見つかったりとか、そんなことがコロナ以降こう起こってしまったのがポツポツ 4,5 人出ちゃって、でうちの組織って50、60人でそれぐらいの人数だったら、まあなんかパーセンテージの話かな、なんですけど、大体ですね正社員が15人ぐらいの組織で 5,6 人そういうことが起こったので、抜けた穴をどうやって埋めるかもすごく大変だったし、後から入ってくる子をどう育てればいいかってところもすごく大変でした。うん、ね、それでその先ほど平本さんが言ってた上司ですけど、その上司はどんな感じだったんですか？その時どんな状況でした？はい、上司の。ですね、まあ、上司は部長になって、初めての赴任地が僕のところで、でもう最初はもう私が引っ張ろう、もう私がどうにか営業成績上げて私も次のキャリアで進むぞみたいな感じで、いたんですけれども、やっぱりいつかその先輩から聞いた話とかで言うと、意見を言っても何も聞いてくれない、だからもう言っても無駄だよねっていう方がすごく多くなっちゃって、なんか結局上司が言ってることはあって、やるのですが、やらされ感満載でやるので、やっぱり全然うまくいかないし業績もうまくいかないっていう、そんな状態でした、うん、ね。でそんな中で本当は最初はもうそんな会社で会わないし辞めちゃおうと思ったけど、まあ、なんとかこの状況なんとかしたいと思って、マハさん最初にどんな取り組みをしたんですか？そうですね、まあ、現場変革リーダー養成コース行きまして、でやっぱ最初に7秒コーチングとかっていうものをね、学ぶんですね。貢献感をこう職場で感じてもらえるようなこうコミュニケーションをどんどんしていくんですけれども、まずは部下からやりました。で新しく入ってくる新人、やっぱりこう6人も開けた穴なので、まあ、うちもこう予算を割いて採用しているので絶対辞めさせるわけにはいかないんですよね。でもうこう辞めさせないためにっていうところもあったんですけれども、毎日、まあ、その子たちができていないところよりもできているところに目が行くようにこうコミュニケーションをまあ重ねていったっていうことです。やってきましたね、はい。あれ、7秒コーチングってのは実は現編で教えてる4つのスキルの一つで、一つは悪いところを指摘するわけでもなく、良いところを指摘するわけでもなく、少ない回数だけでやってるけど、そこが増えると組織が良くなるなっていうのを事前に決めて指摘する方法だったりとか、それをお互い誰々さんがこれ助かったって言ってたよっていう、意図的に増えたらいいところを他の人が助かったことを指摘することによって、お互いがそこを指摘者をする風土。世の中の多くがどうしても相手のダメなとか、あんなことするからダメなんだよって言って目にして言っちゃうか、もっとひどいのは見つけてるのに言わないで心の中で思ってる、悶々としてるって余計ひどい状況になってんだけど、そうではなく、いいところを褒めるのでもなく、何やさんこれ助かったっていうのを指摘者をする風土。まあ、それがね、7秒コーチとか。結構こう、イケイケな社員が多かったりとか、元気活発で何事にもチャレンジする人が多いっていう印象すごく持たれるんですけれども、いやいや、全然現場はそんなことなくて、やっぱりいろんな価値観の人が集まっているので、さっきみたいに上司が確率的にこれやれ、あれやれとかって言っちゃうとですね、いや、もう無理っしょとかって言うと必ず、3割ぐらい出るような、皆さんと同じような組織なんですよね。で、やっぱり、休職をしていく人たちから聞いていたことで言うと、こう、弱みが吐けないんだよねって、みんな言って
たんですよね。なんか他者を信頼できないような組織で、みんな仲いいんですよ。僕も入ってすごくいい職場だなと思って、尊敬できる人もいるし、飲み会もたくさん行ける先輩も多いし、すごい楽しい職場なんだけど、仕事の中では弱み吐けなかったり、他者に頼ることができないみたいな、なんか典型的な日本企業そのものみたいな感じだ。そこすごい大事なポイントですね。弱音を吐けるとか頼れる、まあ、そもそも本音が言える風土かどうか、みんな仲がいいっていうことと弱音吐いたり頼れることは全然違ってたりしますよね。どうですかその辺。ああそうなんですよ。で、やっぱりなんか、なんとなくこうつながってる感みたいなものはあるんですけど、それがみんなの価値観ベースでつながっていたりっていうのは全然なかったし、本音ベースでつながっているかっていうのはそんなことなかったんで、まあ、アドラーのこう三原則で言うと、まあ、他者信頼もできてないし、貢献感も感じられていないっていう、まあ、まさにちょっと原因論がすごくね多かったような組織ですね。まあ、今アドラーっていうのが出てきたんで、アドラーは3つが大事って言ってます。自己需要、他者信頼、貢献感。で、これ組織もそうで、その組織に所属することで、自分に自信が持てるっていうことが一つ。二つ目は、人を信頼して弱音が吐けたり倒れるってことが大事。三つ目は、役に立てたか。で、これをシステマティックに、何々さんのこれ助かったよっていうのが、寄付するように意図的に結構やっていったんですよね。はい。他にありますか？そうですね。なので、まずは部下からそういうこう、貢献感感じてもらえるようなコミュニケーションをしていくと、例えば、一時期入ってきた新人の T さんっていう子がいたんですけれども、全くこう新規の成績立てられなかったんですよね。なんですけど、いろいろこういう貢献感とかいろいろ感じもらえるようなコミュニケーションを取っていると、ポロッとなんか趣味の話とかしてくれることになっちゃう。じゃあ商談の時、今までは数やって売ってこい、どんどんお客様のところ行けって伝えていたんですけれども、どちらかっていうとお客さんにこういったことを言ったらどう反応が返ってくるかまでイメージして商談望んだらいいんじゃないっていうのを一件一件ちょっと丁寧にやっていったんですよね。そしたら行ってきますって言った帰りで帰ってきたら新規取れましたとかっていうことがもう立て続けに続いていって、やっぱこう人の好き得意とかって可決的になんかこう判断評価ジャッジしてしまいがちなんですけど、やっぱりなんかこう日頃の些細なこととか仕事の外とかにすごくヒントがあるので、そういうのをこう引き出してたっていうのがすごく成功だったかなと。ここなんですよね。すごく私が言いたいことは、趣味の話を聞きましょうとかプライベートとかね、ちょっと聞くことで信頼関係築きましょうっていうのはよく言われることなんだけど、で、まあ営業頑張ろうみたいにどうつなげていいのかほとんどの人はわからない。大事なのは掘り下げて本人も無自覚無意識の何がいいのかっていう価値観レベルまでエピソードから掘り下げることで、相手の反応が返ってくる。で、掘り下げると相手の反応が返ってくるっていう抽象度の高いレベルまで掘り下げることができると、じゃあそれを営業で生かすと、数よりは価値観を営業で得ることができたら、こんな風に一見すると何の関係もない価値観を掘り出すことが、仕事にすぐ生かせるんですかね。そうなんです。で、それをこうやっていくとですね、その子が、今までこうすごい萎縮して新人なんでやってたんですけど、なんかオフィスで、ああ、これしんどいわ、ああ、これ辛いわ、とか、なんかこう、ボソボソ言うようになってですね、あ、これっていい兆しだなって思って、今までは弱みとか、なんか辛いことって他の人になんか言えないそうな組織だったんですけど、まあ、ちょっとずつなんか辛いことでも、独り言ミスで言えるような安心感を持ってもらったっていうのは、すごく進歩だったなって感じたんですよね。ここなんですよね。なんか、弱み言うなと、しんどいこと言うなっていうわけでもなく、ちゃうからうちのチームダメなんだじゃなく、本音を言ってくれるといつでもスッと寄って、だよねって寄り添ってあげることができるし、あ、大変の中本当にありがとうね、じゃあどんな組織になったらいい、ここなんですよ。本当はどうなったらいいかっていう目的論って弱音の先にしか出てこないんですよ。これが嫌だ、これが辛い、これが苦手だが出てきて、実を言うと本当はどうなったらいいで、表面的な蓋の上のポジティブ、まあ口先ではポジティブなことでいいチーム作りたいですね、 TD 組織作りたいですねとか言ってんだけど、本音のところはネガティブな感情があるわけですよね。ネガ感情、本当はちょっと疲れたとかだるいとか、いやちょっとこれはもうこのやり方意味がない、このネガティブを聞き切った後に、じゃあこれが本当はどうなったらいいを聞けることが大事。表面的なポジティブの強調じゃなく、蓋を開けて本音を言ったネガティブが吐き出されたとき、
そこに寄り添って共感して、じゃあそれが本当はどうなったらいい、はい、ね、そしてね、あの部下だけじゃなくてその上司、はい、部長のマネジメントの、まあ、おかげでというかせいでこうなってしまった部分はあるにしても、でもそんな部長にも価値観を引き出すっていうことをね、マハさんしたっていうことなんですけど。そうですね、あの今度は部長上司をあのコミュニケーションうまくやろうってこう考えていろいろ作戦練ったんですよね。で多分皆さんなんとなく感じていただけると思うんですけど、あのこういう、こう給食が出ちゃうとか、あの営業利益足せないような組織の長って大体役員とかに怒られるんですよね。であのやっぱうちも例外じゃなくて、めちゃくちゃこう社長役員もうみんなからうちの部長が、お前のとこどうなってんだとか、なんでこんなにマネジメントできないのとか、あの降格させるぞとか、なんかやっぱいろいろ言われてるんですよね。でやっぱそのこう立場に僕もなりきって、あ、こんなこと言われてるんだよな、あのこと言われてんだろうなとかっていうのをこう反芻した上で、まあ、こんな風に言って、いやもう本当にユニット経営会議であの大変な中、あ、社長に丸々言われてもう帰られそうになったりとかいろいろ言われたと思うんですけど、でもあの僕はあの丸々さんと一緒にこういう組織一緒に作っていきたい、そして誰もが辞めなくて本当になんか目標達成できているような、そんな組織作りたいんですよねとかって、あの一緒に横で飲んで、焼き鳥屋で飲んでたんですけど、ビール片手にこう話したら、もうその上司がもうポロポロ涙を流してくれてですね、いや頑張ろうっていうので、なんかこう価値観を一緒に感じられたっていうのがまず始まりでした。はい。どうなりました？その、どうぞ。どうぞ。うん。あの、その上司との関係だったり、その上司の方どんなふうに変わっていきました？そうですね。なんか今まではやっぱり自分がやらなきゃって、やっぱやっていた上司が、すごい僕たちの意見を尊重してくれるようになった、でこれどう思う、あれどう思うとかっていうのを定期的に投げかけてくれるようになったし、でそれをこうあの伝えたところで、なんか嫌な顔されるっていうのは全然なくて、あ、じゃあこうした方がもっといいのかなとかっていうのをなんかすごく親身になって考えてくれるようになったんですよね。僕よりも年次が多分もう20年ぐらい上なのに、僕のような、まあ、いわゆる3、4年ぐらいの歴の、意見とかもしっかり組んでくれて、なんかそこでやっぱり僕は、この組織に対して貢献感を感じることができたので、あ、もっと頑張りたいなって思う。よくね、マッハタコじゃなくても、下はいいけど上がってよくおっしゃる方いるんだけど、ね、マッハみたいな関わりができたら、相手がどんな人でもなんとかなるっていう自信がついてきてません？そうですね。なんか、大抵のことはうまくいくんじゃないかなと最近思ってますね。はい、マッハの、なんか今後のビジョンだったり、この会社でやりたいことを一言教えてもらっていいですか？そうですね。今の組織を、今年絶対になんか日本一にしたくて、やっぱりこんなに、全社一切実な部って言われてたんですけれども、そういった中で、今期すごいいい成果を出せたら、まあ、かっこいいなって思うし、なんかこう、平本式のコミュニケーションしたことによって、こういう、こう、成果が出たよっていうのを、なんか証明したいなって思ってはいるので、なんかこの1年すごく頑張りたいなって思う。まあ、あとは、やっぱり、なんか僕、今、実は、こういった、ことも関心あるので、人事と一緒に、人事部長と一緒に、なんか、どうやったらもっとエンゲージメント高めるか、みたいなことを、ちょっと極秘プロジェクトいるんですけれども、なんか、結局落ち着くのって、なんかこう、ウルトラシーみたいな施策とかって、絶対に、はまんなくて、やっぱりこう、職場で、どれだけ泥臭く、どれだけ相手の立場に立って貢献感感じてもらえるコミュニケーションができる、そんなハブになれるような人が何人いるかが大切だよねっていう話に結局なるんですよね。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。